はい、どうもすいません。前回ですね、みかん1個盗んで逮捕されたって。それと、こっちのメインチャンネルの方にもちょっとやりましたけど、シュークリーム1個で、逮捕されたっていう、82歳の方ですね。で、ちょっとまあ、その記事はちょっと書かないですけれども、はい。みかん1個で逮捕、シュークリーム1個で逮捕ですね。はい。で、警察ってね、警察ですね。はい。警察官の方は素晴らしいと思うんですけども、はい。今日ですね、増税メガネからね、脱税メガネに変わったみたいで、領収書とかね、いっぱい載ってんですよね、わかんないけど。総理大臣だけじゃなくてね、明治維新から考えたら、もう、そんな、脱税なんてね、だから脱税が逮捕されるんですよね、一応ね。でもね、シュークリーム1個はね、わからないですけどね、事情はね。で、カリフォルニアの950ドルね、カリフォルニアの950ドルって、こちらのチャンネルにももういっぱい吹き込んでありますけれども、そういう国もあるしですね。で、私は長いことですね、所有の概念っていうのをずっと言ってきたわけでございますけれども、はい。この動画もね、再生されないですけれども、一応入れておこうと思ってね、思います。はい。もうね、私の何の力もないですからね。ただ素直にね、思ったことを、入れとけばそれでいいかなと思いました。はい。脱税とですね、脱税ね、その巨額ですね。で、脱税だけじゃなくてね、あれの費用もなんだ？何十兆円の使途不明が、90%とか出てましたね、あれの費用のね。ちょっとあんまり言えないですけどもね。そんな記事ばっかりツイッター出てきますけどね。それだけじゃなくて、もう本当にもう喋りきれないですけどもね。ツイッター見てない人はね、何も、関係、見なくても、いいかもしれないんですけど、わかんないですけどね、私には。わかんないですけどね。その割にはね、どん兵衛売れなくなったりね、いろいろ、味の素とかね、いろいろね、山崎パンとかね、いっぱい載ってますけどね。いろいろね。そういう、なんだろう。正義っていうかね、正義っていうか、法律っていうか、要は何て言うかね、長いものには巻かれろってやつですかね。長いものね。プチエンジェル事件とかね。プチエンジェル事件ぐらい書いときましょうかね。いいか。私のトップページに書いてあるので、もうリンクがですね、全部貼れなくなったんですね。リンクが貼れなくなったんですよ、この YouTube。急に変わったんですよ。変わったんですよ、今日から、昨日から。だから、もうコメントの部分、ああ、そっか。コメントの部分しかできないから、もうこの裏側のチャンネルはどうなってんのかな、もう全部アウトかもしれないですね。コメント開放して、今度からもうなんかしたくても、コメントのとこに書くしかないですね。そうしようかなと、ちょっと、今思ってますけど、でも何千本もあるからね、
ちょっと管理がですね、できないからですね。まあできなくてもいいんだけど、何書かれてもいいんですけどね。そうですね。解放しましょうね、今ね。それでもう、もう何でも、ね、やっていただいてね。もうとにかく真実っていうのはね、揺るぎない。真実は一つですからね、名探偵コナンですね。正しいものなんてないですね。正義も悪もないと思うんですけれども、今もね、ちょっとドラマ見ててですね、チームバチスタっていうのを見ててね、本当に、この刑事さんがね、殺しちゃうわけですよ。もう憎くて、犯人がね。で、それはやっぱりね、正義だと思うしね。でも、でも殺しちゃいけないわけですよね。あとね、もう昔からある、なんですか、やられたらやり返すっていうね。復讐ですね。復讐ですね。まあ、そういうことですいません。万引きとですね、シュークリーム1個の万引きと、まあ、総理大臣が脱税して、それでも、国民はそれを、許すっていうかね、許してるわけですね、日本国民は。許すわけです。で、自民党とかね、まあ、自民党も何もないですけどね、もう、全部一緒なんですけどね、全部グルなんですけどね。それをね、全然、もう、日本国民っていうのね、日本人っていうのは優しいから、全部許してるわけですね。で、シュークリーム盗む人には、ね、1個盗む人は逮捕でね、何歳であろうがね、まあそれはあまりいいことではない、いいことじゃないと思いますけど、万引きはいい、でもすいません、繰り返してね。でもカリフォルニア州はいいわけです。カリフォルニア州はもう13万円か14万円までね、もう取り放題なんですよ。だから、この先、世の中どうなるんでしょうか。どうもすいません。失礼します。